紫式部の意外すぎる素顔。紫式部、清少納言や泉式部と並んで平安時代の女流作家として誰もが知っている人物です。しかしその素顔について皆さんはどれだけご存知でしょうか。彼女たちは優美で華やかな宮中にいるので、さぞ明るくて華やかな女性ばかりとお思いのことだと思います。今回は紫式部の意外すぎる素のキャラクターについて彼女の日記をもとに取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。紫式部のもう一つの作品、紫式部日記。紫式部が書き残した作品で最も有名なのは源氏物語ですね。源氏物語の美しい書き口を眺めると、紫式部という人物の最初の印象は優美で繊細な女性になることでしょう。しかし紫式部のもう一つの代表作をご存知でしょうか。それは宮中での出来事を事細かに記した紫式部日記です。その内容は源氏物語とは裏腹の紫式部のイメージを覆す内容でした。紫式部日記に描かれているのは平安時代の1008年秋頃から1010年の正月までのおよそ1年半の宮中での様子です。宮中の人間関係をはじめ、紫式部から見た人物批評、大きな行事としては紫式部が仕えた中宮尚氏の御子出産やその祝賀の様子なども記録されています。1000年以上前の作品ですので、残念ながら原本は残っていませんが、写本が残っており、現代の私たちが読む機会に恵まれました。宮内庁書陵部が所蔵する黒川本という写本が最も良い状態で保存されており、写本の表紙には紫日記とだけ記されています。これがいつから紫式部日記と呼ばれるようになったのかは定かではありません。全2巻で構成された紫式部日記の1巻は淡々とした記録的な内容で、2巻は当時出された手紙の内容が多くなっています。源氏物語を紫式部が書いたというのも、この紫式部日記の1008年11月1日の欄に源氏物語を紫式部がしたためた記載があるので判明したそうです。後に平安時代中期の女流作家、歌人として有名になった紫式部は、同時代の清少納言、泉式部、赤染衛門と並べて4歳女と呼ばれています。そんな紫式部が宮中の中宮尚氏に仕えるようになった経緯はどのようなものだったのでしょうか。紫式部の父藤原為時は下級貴族の身ながら崋山天皇に漢学を教えるなど学識のある人物でした。そんな父親の影響を受けて育った紫式部は、小さな頃から漢文に親しみ、周囲を驚かせたそうです。この子が男子であったなら、宮中での地位も素晴らしかっただろうと為時が惜しんだほどです。しかし紫式部は女のみ。藤原信孝に嫁いで妻としての生活を送り、一女を設けます。女としての幸せを味わう紫式部でしたが、悲劇が訪れました。結婚後3年ほどで信孝は病気により急死し、紫式部は未亡人となってしまいます。子供と共に残された辛い現実から逃げたくて書き始めたのが源氏物語だそうです。当初源氏物語は仲間内で回し読みする程度の書き物でした。しかし次第に評判が高まり、時の権力者藤原道長の目に留まります。道長は娘尚氏が
少しでも一条天皇に寵愛されるために漢詩などの家庭教師をつけようとふさわしい人物を探していました。紫式部は道長の要請を断ることができず、華やかな宮中は苦手ながらも彰子に仕えることになったのです。これは想像に過ぎませんが、彰子の前に入内していた一条天皇の最愛の妃定子と、枕草子の作者聖少納言が作り上げた知的で華やかなサロンのような空気は、紫式部には華やかすぎるものだったのでしょう。立場上、何かと聖少納言と比較されがちで、ストレスを感じた紫式部が、腹が立って仲間内で回した愚痴の手紙が、紫式部日記の中にはいくつか残されています。一体どんなことが書かれていたのでしょうか。ライバルへの悪口が満載。まずは何かと比較されていた一番のライバル、聖少納言についてです。聖少納言という人は定子に仕えていた人。文章を見るだけでもどこか偉そうで鼻につく。頭がいい風を装って漢字を書き連ねてはいるけれど、よくよく注意深く読んでみると幼稚な間違いをしている。男性の前では彼らを立てて、女性は少し頭が悪い感じに見せた方が良いのに、聖少納言という人は私ならわかりますよと得意げにしているのを見ると腹が立って仕方がない。自分は特別な人間だと思っているのかもしれないけれど、そういう人に限って偽物の教養しか持ち合わせていないものなのに、いつもお高く気取っていて、あんな薄っぺらい態度をとり、書くものにも内容がない人がいい人生を送れるだろうか。いや、送れるはずはないでしょう。とてつもない酷評ですね。なお一説によると、聖少納言が紫式部の夫信孝をけなしたのが元になって、このように紫式部が酷評をするに至ったという人もいます。夫をけなしたというのは、聖少納言が枕草子の中で信孝のことをこう書いているのです。質素な服で行くべき場所に豪華な服を着てきて、なんて浮いているのだろう。歌の読み合わせで歌が思いつかずに冷や汗をかいているのを見ると、なんて情けない男だろうと思う。次に後輩にあたる歌人、泉式部への批評です。泉式部という人は実に趣深い手紙を書く人で、何度かやり取りをしました。特に彼女は気軽に手紙をスラスラと書いた時に才能を発揮する人のようです。ちょっとした表現一つの中にも色艶が感じられる文章を書いている。その才能には感嘆します。ただ男癖が最悪です。手紙以外の和歌の方はというと、趣は確かにあるのですが、古歌の知識や英作の理論を学んだ身からすると本格的な出来とは言い難いでしょう。ですが口に任せてふと彼女が読んだ歌には目に留まるような魅力的なものが一点はあることが多いです。ただそれは手紙の時と同じく言葉が美しいのであって、和歌全体で見た時には彼女は大した歌人ではないでしょう。最初は仲が良さそうに書いておきながら、ちょくちょく悪口を挟んでいく。紫式部の性格が透けて見えるようですね。しかし大先輩である赤染右衛門についての評価はさすがにちゃんとしたもののようです。赤染右衛門という人は夫の大江正平と仲の良いおしどり夫婦で、中宮様や道長様からは正平右衛門といったあだ名まで付けられるほどです。夫を男性として立てつつも教養が深く、それをひけらかすことのない人物です。
歌も格調高いものばかりで、聖少納言のように読み散らかしたりすることはありません。私が知っている限りでは、かっちり決まった場で読んだ歌よりも、ふとした時に読んだ歌の方が素晴らしく感じられます。宮中行事や仕事のリアルすぎる愚痴。紫式部日記には、宮中の行事や仕事、それに対する不満や同僚の女房への批判もぐちぐちと記されています。例えば、華やかな行事や人前に顔をさらす仕事は紫式部にとって最も苦痛だったようで、とにかく仕事が嫌だという内容が残されています。過去の私はこんな風に人前に出て働くなど想像もしなかった。でも人間は慣れる生き物だから、私もいつかは仕事に慣れて人前にずうずうしく顔をさらせるようになるのでしょうね。想像しただけでそんな自分嫌ですが、将来を想像した私はぞっとして、華やかな儀式も目に入ってこなかった。紫式部は引きこもりがちな性格だったようで、人前に出るたびに仕事の愚痴を記していたようです。またある時には男性への接待に対する愚痴も書き連ねています。中宮様が里帰りから代理に帰るタイミングで私も帰ってきたものの、夜は更けてとりあえずそのあたりの部屋で寝ざるを得なくなってしまった。京都の冬の夜は底冷えして寒い。同僚の小少将の君と一緒に、寒い寒い、宮塚へってつらいよねと愚痴を言い合った。寒くてかなわないので、私たちはとうとう寒さで固くなった衣を脱いで、お行儀は悪いけれど誰も他にいないのをいいことに、綿入りの分厚い衣を重ね着することにした。そして香炉に火をつけて温まり、二人してみっともない格好で恥ずかしがりながら、仕方ないわよねと愚痴っていた。なのに間の悪いことに、こんな格好をしている日に限って、侍従の宰相や左の宰相の中将たちが挨拶をしに来る。こんな格好をしている日に限って来るなんて、もう今夜は私たちはいないものだと思ってほしいのだけれど、内心うんざりでしかない。同僚の女房への容赦ない批判。仕事はきっちりこなしながらも、自分のレベルの高さをひけらかさず、ひたすら日記に愚痴を書く紫式部。とどめに、同僚の女房たちの中にいた気に食わないものについてこう批判しています。この間、中宮様の太夫がいらして、中宮様へ伝言を頼んでいった。そんな時に身分の高い女房たちは、恥ずかしがっているのか、来客した太夫と顔も合わせようとせず、ボソボソ言うばかりで、はっきりしゃべりもしない。身分の高さなのか、言葉を間違えるのが恥ずかしいのかもしれないけれど、それにしたって、お仕えしている女房が一言もまともにしゃべらないなんてことありえるの？他のところはどうか知らないけれど、さすがにそんな仕事ぶりは許されないはず。女房になる前の身分がいくら高かろうが、一度女房として仕え始めたら、ちゃんとした仕事の振る舞いをしなければならないはずなのに、いつまでお姫様気分でいるつもりなのだろう。なぜこんなにも同僚の批判をするのかというと、紫式部は宮中に入った当初にある悪口を言いふらされたからです。紫式部が宮中に入った直後、彼女を何らかの理由で嫌っていた西門の内侍という人物が、紫式部は帝に教養深いと褒められたのだから、宮中で漢文の先生でもすればよいと言いふらしていました。というのは、
一条天皇が源氏物語を読んだ時に、この作者は日本書紀を読んでいるんだろうな、ぜひこのような教養深い人に教えを乞いたいものだと評価したことから、それを聞いた内史が仲間内で紫式部に日本書紀のおつぼねというあだ名までつけたのです。そのあだ名や、せっかく知識がないようにおとなしく振る舞っているのを台無しにされそうなことから、内史に対しての愚痴を書き連ねたのです。源氏物語の優美な語り口からは想像もできないような紫式部日記の中の数々の本音、驚いていただけたでしょうか。一説によると、紫式部は清少納言と比べて引きこもりがちで、決して明るくはない性格だったそうです。宮中の世界や人間関係は紫式部にとっては刺激が強く煩わしいものだったのでしょう。だからこそ繊細すぎる表現で物語を執筆することができたのかもしれませんね。皆さんは紫式部の意外すぎる素のキャラクターや、彼女が日記に残していた内容についてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたら、リクエストもお待ちしております。また、この動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。